このメニュー。はい。キノコが FGO 終わったら吸血鬼の話をやりたいそうなので、FGO 第2部後期オープニングの話します。詳しくはファミ通り買ってね。さて、FGO の第2部の後期オープニングが2020年7月30日に公開されたわけですが、いかがお過ごしでしょうか？そりゃ、妖精の女王っぽい人の神明とか、謎の騎士の神明とか。そういうのは他のチャンネルの人たちがすでにやっているので、チキチキチャンネルでは、別の切り口から FGO 第2部後期オープニングを、見ていきたいと思います。というと、キリスタリアの真意が分かった今、情報がだいぶ見えてきた結果、もうすでに乗り越えてきた部分、の振り返りパートもかなり多くなってきてるんだ。テレビアニメの後期オープニングで、今までの改造とかを入れたりする演出ね。歌詞も含めて前期の脚光と比べて、いろいろと素直なオープニングになってると思う。バックで流してるけど一つ一つ見ていこう。アンモナイト。まさかのアンモナイト。アンモナイト、分類名アンモナイトアコウは、古生代シルル期末期もしくは、デボン期中期から中生代白亜期末までのおよそ3億5000万年前後の間を、海洋に広く分布し繁栄した、頭足類の分類群の一つ。いや、そうじゃなくて、なぜアンモナイトが？魔種の遺伝子に刻み込まれた敗北の歴史なのかもしれない。そういえば魔種。遺伝子操作されてるっぽいしね。果たして、手放すのは敗北なのか、次はそれぞれの大雑把な階層。まだ生きてた頃のロマニと、フラウロス化する前のレフだね。レフは、レフで、真意がまだ読めない部分はあるのよね。どうもレフが自害することで、ゲイティアがそもそも権限することがないよっていうのが他のタイプムーン作品の流れらしいけど、そんな人類愛を持ったレフが、なぜ最後までゲイティアと共に人類焼却に臨んだのか。そう、魔人王ゲイティアと最後まで結びついていた魔人中がフラウロス。つまりレフなのよね。これはまだウプ主のイメージなんだけど、ゲイティアがカルデアの面々と向き合う際に引っ張り出してくる人格面は、レフ、フラウロスの人格が強そうに感じるんだよね。ゲイティアが人類焼却してやり直した方がまだ人類のためになると思うだけのことがあって、そういう認識が強いのがレフなんじゃないかな。でも、オルガマリーをカルデアスに放り込んだのもレフ・フラウロスなのよね。そして地球大統領になる。でもレフ、フラウロスの真意が見えないのって、オルガマリーをカルデアスに放り込んだことそのものでもあるんだよね。アニムスフィア一族に、レフが怒りを抱いていたのは間違いないにせよ。人類悪を算出してしまったアニムスフィアというチョンでことで見ると、また違って見えるわね。そもそもカルデアスに放り込まれたオルガマリーの人格をなぜ、ウルトラビーストが再現しているのかというところも気になるところだ。それとこれに限らず、オルガマリーが散々な目に遭ってるのがこのオープニングである。そしてレフやドクター、オルガマリーを思い出してる魔種の元に現れる謎の、蝶。なんかどこかで見たような。第一部のオープニングで、謎神殿を飛び回ってたり、ガツを目指していたあの謎の蝶だね。またも、月を目指すのね。そして、月の蝶といえば BB ちゃん。月のガンとか、ガツのカニとかそういうんじゃなかったっけ。BB ちゃんは置いといても、この蝶が、何か別の、死生体の転生体みたいな可能性は、ありそうよね。オルガマリー。今まで消えたい分体の人々、ループしているグダさんかマシか。場面は、変わって、ガルデアスの前で佇むマリスビリー。グダさんが今まで戦ってこれたのも、マリスビリー兄貴のおかげじゃないか。そして、マリスビリーにスカウトされたクリプターたち。キリスタリアとオルガマリーが、道を違えてる、ような演出がなかなか意識的だね。オルガマリー自体がグダマシュより、お姉さんっぽいイメージだけど、キリスタリアは、それよりさらに上なのかしら？やはりウェイバーの義理の妹になったらイネスか、女主人公姉貴コトリオグダコがいないとオルガマリー早さぐれるのか、やはりミナセイノリがいないまま高橋リエに執着すると闇落ちするあたり、オルガマリー、アニムスフィア、ナツキ、スバル説が有力説なんだろうか。次のシーン。
出撃準備をするために魔術霊装を着込む藤丸いつかの前に現れる異文体の人々。ロシア異文体のパツシー、北欧異文体のゲルダとインド異文体のアーシャだね。真の反逆少年とオリュンポスのアデーレ・マカリオスがいないのが気になるわね。アデーレ姉ちゃんは良デザインだと思ってる。まあ気を取り直して異文体住人をグダさんが思い出すシーンが入っているのは、決して忘れてはいけないものもあれば、ただ正当化してもいけないものもある。ゲルダとアーシャはアフロディーテの精神攻撃の時もワンセットっぽかったからなぁ。人はいつ死ぬか、平成の大名作漫画がいい答えを出している。人に忘れられた時さ。ドクターヒロルク、FGO に戻すと、やはり歌詞の流れから見ても、異文体を巻き込んだ対立煽りに乗る必要はないよねとか、そういう話じゃないかな。どうしても、FGO は、サーヴァントのガチャとワチャワチャが主体になるところがあるんだけど、そんな媒体だからこそ忘れてはいけない描写もある。一般人でも使用すればイベント配布になれるんだぞ。次のシーンは、魔主を迎え入れるゴルドルフ。ライダー・ダ・ヴィンチ、ホームズら新体制カルデアね。初対ンチちゃん。違う、ロリオ。一見すると微笑ましいシーンなんだけど、ふと気づくと、白紙の未来兵、あと最後の方で泣いてるロリオ・ルガマリーのシーンも、白紙のところなんだよな。こうして並べてみると違いはあるけれども、どことなく似てるわね。これは真主張ですね。リオ・グダコ先輩が興奮してしまう。そして、魔主の脳裏をよぎる、かつて戦ってきた友達。一人置いといて、インドまでのクリプターとクリプターサーバント、ウィズセイバームサシってところかな。やはり戦う必要なんてなかった可能性が？最後の最後までビーストセブン権限を防ごうとするキリシタリアと、高笑いするベリル。完全にキリシタリアがお人よしかしてる。後天的だろうと人が良くなかったらベリルに裏切られてその勢いのまま命を落とすことなんてないから。ちなみに、ナス先生の一番気が合いそうなクリプターはベリルらしいわよ。みんなもファミ通買おうな。ベリルがわかりやすいだけに、クリプター最後の謎がデイビッドなんだけど。今回そこら辺新しい部分については、あえてスルーしておくよ。でもデイビッドはオルトの擬態だと思ってる。あとはネモキャプテンズとか。シオンとムニエルがいないのは、シオンはまあコラボ扱いなんかな。メルブラだと、表面的な性格違うけどね。ムニエルはちょっと怪しいけどな。ブラックバレル撃つときに、レイジを装填してるのがグダコとか。これはリオグダコ姉貴リスペクトですね。間違いない。戦いを見極めているカルデアのもの。カルデアマントマンは敵じゃないと思うけど、マシュがもうドクターっぽいけど別人と判定してるからなぁ。中身ゲイティアじゃないかなぁと予想してる。あいつがなぜ人理焼却なんて踏み切ったのかまだ答え合わせがされてないところもあるからね。そしてガチ泣きオルガマリーリリー。今回のオープニングは全体的にオルガマリーをヒロインに据え置いてる気がする。そして振り向きラッシュ、ゴルドルフ、ライダーダヴィンチ、ホームズ、グダコ、グナオまでの異文体のかなのっていうのもオープニング僕定当。そしてトリを務めるのは本日20歳になる予定のマシュ。これはゴッフパンチを受けて脱衣系を仕掛けたリオグダオのパロディアな。ゴッフパンチはともかく、もしかしたら、マシュがオルテナウスを超える第3形態が出てくるかもしれないわね。さて、敗北を手放したアンモナイト3の遺伝子から始まった FGO 第2部後期オープニング。新規情報を置いても、今までの総集編的な映像として、印象深く書かれてるように思えましたね。こういう切り口での動画でしたが、楽しんでいただければ幸いです。カルデアスのひび割れ、広がってんじゃねえかー。しかも、マナカ魂みたいなものが漏れてる。ひび割れカルデアスが、オープニングのラストカットってことは、これが FGO における脅威の核心をついてる可能性が高そう。やはり終わるのね、FGO。